先輩大変です。ご存知の通り、世界の美少女チエルンには可愛いところ、通称萌え要素が延べ7兆個ほどあるんですけど、先輩的にはとりわけどこがキュンキュンファイヤー？え、あ、本当ですか？それはちょっと私嬉しいかもです。ちっちゃい頃はこういう性格で可愛い可愛い言ってもらってたのに、いつの間にか言われなくなってたんで、なんか久しぶりです。紹介というポッチの前に立ちふさがる巨大な壁。ごきげんよう。明日からセントテレサ女学院、ごきげんようという挨拶で私のぼっち心は最初から爆発寸前。ところがなんとそこに BB 団の団長さんが登場。 BB 団の絆はどんな場所だろうと離れることはないんですね。そしてあの人と一緒にやってきたセントテレサ女学院仲良し部の皆さんとお知り合いに。なんだかとても個性的な方々で仲良くなれるか心配。やっちゃった。自己紹介というぼっちの前に立ちふさがる巨大な壁。何度もイメージトレーニングしたのに、ものの見事に玉砕しちゃった。クラスメートのみんなの目がこっちを向いた瞬間、頭の中は真っ白。またわけのわからないことを口にしちゃった。みんなは楽しそうに笑ってくれたけど、これから先が不安。ユニさんはとっても頭がいい人みたい。なんだか難しい言葉をよく使ってるんだけど、理解できない単語があったりするし、これからは辞書を持ち歩こうかな。象牙の塔っていう場所でいつも研究をしてて、普段はそこからほとんど出ないらしく、私と同じぼっちの匂いがします。ぼっちはぼっちを呼ぶと誰が言ったのか知らないけど、もしかしたら同じ宿命を持つ者同士仲良くなれるかも。クロエさんは私と同じエルフなんだけど、雰囲気が少し独特な人。もしかしたら同じエルフ同士で仲良くなれるかもと思ったりもしたんだけど、そもそも話しかけられない。あの人が言うには世話焼きで優しいらしいんだけど、そういえばあのプーっていうため息、とても言えないけど、なんか可愛いなと思っちゃった。チエルさんはリア充間違いない。可愛らしくて友達いっぱい、私のようなぼっちとは対極の人。見つめるだけで目が焼かれちゃいそう。面と向かい合ってお話なんてしようものなら、私のぼっちハートはひび割れ、粉々に砕け散ること間違いなし。あのチェルーンっていう挨拶、私が口にするとその場で気絶して天に召されちゃうんじゃないかな。学院では様々な出来事が巻き起こっているのだね。時には象牙の塔から出てみるのもいいものだ。てかさ、どうなってんの？昼休みだからってわざわざ中等部まで様子見に来てみたのにさ、あの子いないんだけど、もぬけの殻なんだけど。
先輩とクロエ先輩だけ？葵ちゃんはどこ行っちゃったんです？うちが知りたいってのは、ああもうどうしたもんかね。こういう時は現場で聞き込み大作戦です。あ、そこの通りすがり子ちゃん、葵ちゃん知りませんか？え？今日編入してきた人ですよね。その子だったらチャイムと同時にすごい勢いで教室から出て行っちゃいましたけど。ありがとう。お礼にこの挨拶を広めていいよ。チェルー。はい、一緒にチェルー。チェルー。中等部でもどんどん広めてね。はあ、だそうですよ。クロエ先輩、無駄足とかテンションだだ下がりっすね。オンオフのスイッチ軽すぎじゃね？つうか、したらあの子どこ行っちゃったのよ。僕にはわかる気がするよ。ユニ先輩当たり前のようにいるんすね。てか来るの遅いっすよ。いや、それはあれだ、不可抗力だ。僕の研究室、すなわち象牙の塔は旧校舎の方にあるからな。新校舎と総称されるこちらの敷地とは距離がある。そう、それだ。言い訳いいんで。そんなことより本当に葵ちゃんがどこに行ったかわかるんですか？先輩への当たりが強いな、この後輩たち。まあなんとなくだがわかるよ。僕だったらどうするかという自己解釈に近い推論ではあるがね。そんじゃなるはやで言っときましょう。現状かなりお腹ペコなんで。なんそれ。いや、お礼とかいらんし、別にこっちで勝手にやってることだし。そういうことだよ後輩。君と親交のある葵くんに世話を焼くのは君との仲を深めることと同義だ。それは奨学金受給の条件、すなわち君と仲良くなるという課題を達成するためでもある。仲良し部ってもともと奨学金のために組んだ打算的なギルドでしたもんね。今では文字通り普通に仲良し3人組ですけど。いや、それはない。ふぅ、お邪魔。やはり人気のない場所にいたな。どうだい、行動心理学に基づいた僕の分析通りだろう。いや、うん、5箇所目だし、てかただのしらみつぶしだし。皆さんどうして？それこっちのセリフ。なんでこんな空き教室なんかにいんの？探すの超苦労したんだけど。私、クラスの人たちとどう話していいかわからなくて、自己紹介もうまくできなくて、授業もよくわからないし、もうどうしていいかわからなくて。あのさ。はーい、クロエ先輩、そういうの後でいいんで、先にお昼にしませんか？確かに僕の的確な分析が功を奏して早期発見が叶ったとはいえ、時間は有限だからな。話は食べながらでも構わないだろう。そういえば仲良し部で一緒にお昼食べるのって珍しくありません？そのような気もするね。なんだかんだと一緒にいることは多いのだが。そらまあ
放課後のギルド活動的なやつはまだしも、昼休みまでいちいち集まって飯るとかメンディーし。そうですか？チエルはこうやってみんなでご飯食べるの好きですよ。ここに来てチエル君が露骨に好感度を稼ぎに来ている。先輩である僕も負けてはいられないね。ユニもみんなでお食事したいよ。へえ。いや、そういうのいいんで。なんであんたまで好感度稼ぎ出すの？可愛くなりたいの？かっこいい路線は無理って気づいちゃったの？っていうか別に集まって食べたいとか、それもしガチで言ってんならうち的にはまあいいんじゃないのって感じだけどさ。聞きましたか、ユニ先輩。クロエ先輩、あざとい、あざといの塊ですよ。見損なったよクロエ君。君はそんなクールビューティーの矜持をかなぐり捨ててまで勝ち急ぐ女ではないと信じていたのに。恥を知れ、毒不明。ちょっと意味不、なんでうち飯一緒でもいいっつっただけで異様にディスられてんの？クロエはそんなこと言わないみたいな解釈戦争やめてくんない？やっぱりみんなで食べるランチは楽しい。いいですね、チェルチェルしてきましたよね。いや、雑に同意を求められても。てかその謎言語流行らせようと必死みたいだけど無理だから。未来英語を誰一人として使うことはないから。どうして皆さんはいつも一緒にいるんですか？学年も違うのに。いや、いつも一緒にいるわけじゃないし、まあ、つるんでる時間は多いけど、うちらはテレジョの中でもいたんだから。私、皆さんが羨ましいです。私も皆さんみたいに誰かと仲良くなりたいです。うちらを参考にするのはどうかと思うけど、さっきクラスの連中とどう話していいかわからないとか言ってたよね。はい。そんな風にビビったってしゃあなくない？短い間なんだし、どうせちょっとしたらはいバイバイなんだから気使っても疲れるだけじゃん。つまり何が言いたいかって言うと、もうめんどくさ。クロエ先輩はね、葵ちゃんはもっと自分に素直になっていいって言いたいんだよ。勝手に人の言葉意訳しないでくんない？クロエさん、はい、そうですね、ありがとうございます。クロエさん、ちょっとだけ勇気を出せそうな気がしてきました。何もしてないし、てかマジで何もしてないし。嬉しいですねクロエ先輩。あ、何？別に。隠す必要はないさクロエ君。僕も立派な後輩を持って誇らしいよ。はいはい、もういいから黙って飯パクついてろし、食べてたら昼休み終わるっての。大丈夫大丈夫、クロエさんが背中を押してくれたんだから。そうじゃん、頑張りましたね葵ちゃん。おお、見たまえ。他の旧友たちも続々と葵くんに会話を持ちかけているぞ。みんな待ってたんじゃないですかね、葵ちゃんが最初の一歩を踏み出してくれるの。あ、いや、なんでうちに言うわけ？
別に気にしてたとかじゃないし。いや、てか多少は気になってたけど。キャー、クロエ先輩照れてる、かわいい。この心拍数の高鳴り、クロエ君を起因として起きたものだと認めざるを得まい。ああ、うざ。そういえば葵さんご存知？今日になって学校の池の水が全てなくなっていたそうなの。一体何があったのかしら。池の水が？